さあドラローピンランの3局、最強の女流プロニュースター決戦はいよいよ大詰めまで来ています。ドラローピン、いやーきついきつい、丸山きつい、でもオーラスの親がある。そうだ、さあ岡田もう一度突き放したい、悪くない、いいですね、悪くない、うん、さあ注目は水口、やれんのか、やれる、やれるぞ、これは十分でしょう。ローピンください、ローピンをください。ローピンだって丸山が、いや、うん、岡田が一枚持ってるだけですもんね、全然ありますよ。いや水口これまだあるチャンス、いいね、でも、うん、ここ上がらないと厳しい。ここを制した者が優勝に一歩近づきます。この接戦で迎えると丸山のオーラスの親も一概に得とは言いづらいですね。そうそうそう、ラスガのメリットが全然ないですね。ないですよね。しかも自分だけ上がって終わらせられないから、はい、むしろ損まである、損っていうか大変な部分もある。いらないけどな、1000点じゃ物足りないですよね。オーラス跳ね前必要になります。あら一色だって決めに来た。ローマン、あれ、あ、急走2枚ないのか、それがちょっと痛いな。痛い。丸山やっと一メンツ、岡田再び突き放せるか。来た来た、ローピン来ました。予定通り単山まで欲張りますか。行きたいけどね。単6万か。あー、欲張った。チュンのあんこも痛いけど、でもこれなら晴れまんまである。そうそう、あー、まあ、何これ、ピンフイペコイさんで、さすがにマンズは触らないか。さすがになん。いや、ここ2600オール大きいですからね。ウーソを引いたらトン来て、そこから先は分かんないね。でも掃除に染まっちゃうかもしれない。知れない、うん、あ、これも良くなったですね。そうか、単葉だ、流しに行きたい。いやー、来た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 、狙い通りのチュン統一落とし。痛い、痛いな、痛くない痛くない。メホイシャンテンだったな。いやそっち。いや痛い、痛くない。いや丸山、チーピンはドラそば、チーピン切った、競ってますからね。はい、ですよね、大競りです。これは本当に最後まで目が離せない。水口、きたー、きた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 、これで形十分ですね、まあ、一応ローマンからですか。ローマンからでしょうね、はい、もう一回ドラ引いてもいいから、もう一回ドラ引いてもいいし、数層でもいい。イーソーはちょっと寂しいが、まあ、でもいいでしょ、でしょ、うん、十分でしょう。はい、いや、チュン統一落としがここに来て効いてきてる。うわ、来たよ。これで岡田も盤石のイーシャンテン。ただ安いって、これ泣くとドラ1ですね、単4ドラ1。面前で決めたら大きい。あ、でもいやー、テンポ入んない。ウーマンあんこになってイーシャンテン、単4のイーシャンテン。いやー、ウーマンきつくなった。リャンウマンは場には1枚だけ。あ、でもまだじゃあリャンマンがいりますね。はい、さあどうする、単葉まで持っていくか。ああ、想像のカンチャン払った、きたー、リーチだ。これリーチで決めたいですよね。あ、水口のチーピン浮いとる。よく引いたね、水口のチーピン。せめて一発は回避したい。うん、まあ、こうなればまだわからない。まあ、ローピンとか引けばね、ローピ ン、はい。ああ、追いついた、現物待ち、闇天、闇天、闇天ね、闇天に次ぐ闇天、泣きと闇天を駆使する中田。スッチーピンはでも結構あるのかな。一発は両ピン、なんていう難しいパイを。チーピンはバニー一枚切れ、手に3、あ、くっついた。あ、どうする、3層リャンソー、3層リャンソーだね。あるいはチーソーってのありますね。あー、水のローピン重なりもありますから。でもローピン重なったらアウトなんですけど。まあでも、あー、チーピン危ない。あとは中田がどこまで、そうですね、中田の上がりが先か、あるいは水口のチーピンの報酬が先か。中田はイーソー待ち替えで一回ね、危険範囲回避できますからね。できますね。スーピン積もった、大きい、大きいね、うん、これリードしてるとこから親の中田にして、うわうわうわ、きたー、もうすごい、羽根はもうすごい。このステージが上がれば上がるほど岡田は輝きを増していく。完全武装とはよく言ったもの。
リーズもタンヤオドラさん3000、6000、大きすぎる。